皆さんこんにちは。女優の手塚さとみさんといえば、元旦那が俳優の真田広之さんであることが有名ですが、今回は手塚さとみさんについて、真田広之さんとの関係や2人の子供の現在などもご紹介していきます。小学生の頃よりジュニアモデルとして活動を始めた女優の手塚さとみさん、中学入学前に出演した不二家のチョコレートの CM がユニチカのスタッフの目に留まったことから、中学1年生の時に2代目ユニチカマスコットガールに選ばれ、本格的に芸能界デビューしました。高校を卒業後、1978年の映画正午なりげの出演や雑誌のグラビアモデルなど、さまざまな分野で活躍して人気を博しました。その後はアイドル歌手として CD をリリースしましたが、1981年に写真集少女だったを発表すると、アイドル活動から本格的に女優業へシフト。翌年には NHK 朝の連続テレビ小説ハイカラさんでヒロインを務め、それ以降多くの人気ドラマや映画で活躍してきました。そんな手塚さとみさんには結婚歴があり、元旦那は俳優の真田広之さんです。お二人は1990年に結婚しています。誰もが羨むような美男美女カップルだった真田広之さんと手塚さとみさん、電撃結婚で当時はかなり話題になりました。手塚さとみさんと真田広之さんの馴れ初めは、不揃いのリンゴたちで共演した時藤三郎さんの紹介でした。手塚さとみさんといえば忘れてはいけないのがドラマ不揃いのリンゴたち、登場人物が落ちこぼれというリアルな設定で社会現象にもなりました。不揃いのリンゴたちでは時藤三郎さんと手塚さとみさんが共演をしており、恋人同士の役でした。それぞれの登場人物のその後が気になる人が多かったのでしょうか。同ドラマは1983年から1997年にかけてパート4まで制作されました。そんな手塚さとみさんと時藤三郎さんはプライベートでも付き合っていると噂されたこともありましたが、実際には真田広之さんと交際していました。交際当時、真田広之さんの母は早く息子の嫁を見たがっていたため結婚を急いだとも言われています。手塚さとみさんと真田広之さんの結婚式はキューピッド役である時藤三郎さん、橋本千佳さん夫婦との合同結婚式を挙げたことで大きな話題となりました。手塚さとみさんと時藤三郎さんはプライベートでも仲良しでしたが、結婚式まで一緒に挙げるというのはなかなか珍しいことですよね。順風満帆に見えた2人の関係ですが、手塚さとみさんと真田広之さんは1997年に離婚し、約7年の結婚生活に幕を下ろしています。気になる離婚理由ですが、それは真田広之さんの不倫でした。真田広之さんの不倫の相手は1995年の映画写楽で共演した女優の葉月里央奈さん、実際から高校2年生までアメリカで過ごした帰国子女の葉月里央奈さんですが、1992年に芸能界入りしてからは美少女女優としてアイドル的な人気となりました。当時のワイドショーは家族思いで知られた真田広之さんと葉月里央奈さんの不倫の話題で持ちきりに。この時葉月里央奈さんは恋愛相手に奥さんがいても平気ですと語ったことで魔性の女とレッテルを貼られたことでも有名となりました。不倫が発覚したことで真田広之さんと手塚さとみさんは1997年に協議離婚。実際には真田広之さんと手塚さとみさんは不倫騒動の前後から別居状態が続いていましたが、最終的には夫婦で話し合った結果円満離婚となりました。それまでイケメンで好青年のイメージだった真田広之さんの印象はガタ落ちしました。真田広之さんが手塚さとみさんに払った慰謝料は1億円とも言われています。当然ながら子供の親権は手塚さとみさんが持ちました。離婚までした真田広之さんですが、葉月里央奈さんとも破局してしまっています。手塚さとみさんと離婚後、真田広之さんはハリウッド映画で活躍します。年齢を重ねてもかっこいいのでモテモテでしょうね。
そんな真田広之さんですが、2015年9月には女優の天海祐希さんと熱愛報道がありました。二人はもともと兄と妹のような関係だったといいます。出会いのきっかけは、天海祐希さんがまだ宝塚にいた頃、ロミオとジュリエットのロミオ役を演じることになった天海祐希さんは、歴代ロミオ役の中で真田広之さんの演技に惚れ込んだそうです。これが縁で様々なアドバイスを受けたのでしょう。真田広之さんは天海祐希さんの最終公演を見に行っています。それを喜んだ天海祐希さんはフィナーレで客席の真田広之さんのところに駆け寄り、膝の上に座るというパフォーマンスで会場を盛り上げたといいます。その後2015年に公開されたアメリカのアニメーションコメディ映画ミリオンズの日本語吹き替え版で2人は共演。お互い忙しい合間を縫って日本とロサンゼルスで何度もデートを重ねたと言われています。復縁発言から2024年で8年が経ちますが、未だ再婚していない手塚さとみさんと真田広之さん、真田広之さんと天海祐希さんのその後の報道も途絶えているため、今後の展開に注目ですね。真田広之さんの不倫が原因で離婚した手塚さとみさん、実は手塚さとみさんも過去に不倫していたことがあったんです。それは手塚さとみさんが25歳の時で、不倫相手は同い年の俳優佐藤浩市さん。手塚さとみさんは独身でしたが、佐藤浩市さんは10ヶ月前にモデルの女性と結婚したばかりの既婚者でした。佐藤浩市さんと妻の間には男の子がいたそうですが、佐藤浩市さんは家を出て行ってしまったそうです。この不倫が原因となり、佐藤浩市さんはその後離婚しています。佐藤浩市さんの父といえば俳優の三國連太郎さん。三國連太郎さんは女性関係に奔放で、佐藤浩市さんは3番目の妻との間に生まれた子供でした。ですが三國連太郎さんは別の女性に惚れてしまい、佐藤浩市さんと妻を置いて家を出て行ってしまいます。この件について佐藤浩市さんは反発を口にすることがあったそうです。結果的に佐藤浩市さんは三國連太郎さんと同じことをしてしまっています。死は争えないというところでしょうか。また手塚さとみさんもその後、夫の不倫が原因で自分も離婚してしまっています。何らかの因縁を感じざるを得ませんね。手塚さとみさんが真田広之さんの不倫を許したのは、自分も過去に同じような過ちをしたからだったのでしょうか。真田広之さんと離婚してしまった手塚さとみさん、葉月リオナさんとの浮気が発覚した当時は、男の人の浮気は仕方ないと思っており、離婚する気はなかったそうです。真田広之さんが家を出て行った時も、なんとか関係を修復しようと頑張っていました。それから2年後、自分の気持ちばかりを押し付けても先に進まないと思うようになり、離婚を決意しました。不倫をした真田広之さんは離婚を希望し続け、手塚さとみさんが手を引く形で離婚というのは、何とも言えない気持ちにさせられますね。そんな手塚さとみさんは真田広之さんと離婚後も年に数回家族で食事をしたりと良好な関係が続き、復縁願望があることを明かしています。実際に手塚さとみさんは、こんなに一緒に会ってるなら別によりを戻してもっていう思いはありますけどと復縁したい気持ちを明かしています。しかしハリウッド俳優として活躍し続けている真田広之さんの邪魔をしたくないからと複雑な思いを抱いているとか、再婚を願う気持ちがありつつもなかなか踏み込めないことがうかがえますね。それよりもハリウッドで頑張る真田広之さんを自分にはできないことと尊敬しているそうです。年を重ねると、愛だの恋だのより尊敬できる人と一緒に過ごしたいという気持ちに変わるということはあるかもしれません。しかし女性は一度嫌いになると、その後の復縁などありえないという人が多いと言われます。もしかしたら手塚さとみさんはずっと真田広之さんを思い続けていたのかもしれませんね。そんな手塚さとみさんと真田広之さんの間には、1992年に長男、1996年に次男が生まれています。シングルマザーとして
子供が幼い頃には仕事をセーブして子育てを頑張ったり、子供が大きくなるまで育ててきました。そんな息子たちはイケメンに育ったそうなので、息子の現在について見ていきましょう。結婚当時の手塚さとみさんの年齢は29歳、真田広之さんは30歳でした。そして結婚の翌年に長男を出産、1995年に次男を出産しています。手塚りみさんと真田広之さんの長男は翔野さんという名前です。幼稚園や小学校は分かりませんでしたが、手塚翔野さんは私立中学校受験をして、そのままエスカレーター式の学校に通っていた可能性が高いと言われております。翔野さんは2024年には33歳を迎えます。翔野さんは2012年に4人組学生バンドボイスランドを結成しており、ギターを担当していました。しかし、2017年頃まで都内のライブハウスを中心に活動していたことは把握できましたが、現在は不明です。次男は日向さんといい、2024年現在は28歳です。実は日向さんは、20歳となる2016年に、徹子の部屋に手塚さとみさんと親子出演を果たしています。そして2014年に早稲田大学に入学しますが、大学3年生であった日向さんは休学をしてスペインに1年ほど留学していました。スペイン留学では現在の仕事に活かせる活動をしました。ちなみに大学在学中は同級生と家賃を折半して家賃7万円の部屋で暮らしていたとのこと。喫茶店でバイトもされていたとのことなので、大物芸能人の息子としての立場に悪い意味で甘えずに、しっかり自立されようとしていたそうです。そのことも母親の手塚さとみさんと一緒に徹子の部屋に出演した時に語っていましたね。スペイン留学から帰り、無事早稲田大学を卒業した次男の手塚日向さんですが、帰国後にアイヌ民族について知り、衝撃を受け興味を持ちます。そして2016年には北海道白糠町に移住することになります。現在は北海道の白糠町で地域おこしの協力隊として活動しており、音楽活動を通じて町の活性化に貢献しています。そして近年では俳優としてミュージカルや舞台にも出演しているので、今後は俳優として父親の真田広之さんの背中を追いかけるのかもしれません。そんな次男の手塚日向さんが結婚したという話はまだ聞いていません。自然豊かな北海道でアイヌ民族のことや地域おこしの活動を通して女性と知り合い結婚している可能性はありますが、今は俳優としても活動しているので、今後は父親と母親と同じく活躍して女優さんと結婚するかもしれないですね。実は手塚さとみさんと真田広之さんの息子の死亡説がありましたが、どこから出てきた噂か分かりませんが、デマのようです。真田広之さんの映画の役柄などで息子役が演出で死亡したということなどで、現実と入り混じりそのような噂になった可能性が高いです。実際には2人の息子は元気ですので、特に心配する必要はありません。ミュージシャンを夢見る2人の息子についても、父親と共演してほしいと語っています。このことから子供と父親の仲も悪くはないようです。手塚さとみさんは息子について真田広之さんの DNA を受け継いでいるので、俳優になってもいいと思っているそう。そして親子4人で共演することも夢見ているそうですが、息子たちの意向を尊重したいと語っています。イケメンと言われる2人の息子、いつか4人揃って共演する日が来るのでしょうか。手塚さとみさんは2人の息子が独立したのを機に2016年頃から芸能界に本格復帰されています。再始動にあたり吉本クリエイティブエージェンシーに移籍し、女優だけでなくバラエティ番組にも出演されています。そんな手塚さとみさんですが、ネットではガンなのではないかとも噂されており、心配されているようです。そちらについて調べてみましたが、手塚さとみさんが病気になった事実はないようです。それでは一体なぜ手塚さとみさんはガンの心配がされることになったのでしょうか。その理由としては、手塚さとみさんが髪の毛を染めるのをやめて白髪になったからのようです。芸能界はイメージが大切なため、何か重要なこと、
病気が降りかかったのではと噂になったんだとか。ただ癌は結局デマだったようで、現在も女優としてさまざまなドラマや映画に出演しています。いかがでしたか。今回は女優の手塚さとみさんについて、真田広之さんとの関係や二人の子供の現在などもご紹介してきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。